箱根スイッチオン。はい、さあ久しぶりです。だいぶ久しぶりですよ。4月は会うてなかったもんな。そうですね、撮影なかったですから、うん、さんは、ね、そなんで僕だけ。いやまあそうやねんけどさ。そうでしょ、僕2回してますから撮影って言ってもすいません、はい、で今日はどうするんですか。今日はね、あの、はい、前にね、何ヶ月か前に来た、うんうんうん、あのね、常用のね、うん、お茶ですね。ああ、はいはい、5月だから。そう、あの時に、はい、5月が本格的なシーズンで、はい、5月に来たら機械がちゃんと稼働してるのが分かるよ、うん、言うて、はい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 、その時に来たらよかったのに言うて言いましたね。今回は、はい、もう見事な仕事をしていただきましてですね、バッチリでございます、はい、5月に来させていただけることになったということでございますね。あの加工場言うんですか、はい、あちらの工場の中かな。そうそう、工場というか、うん、あれが稼働してるってことですね。じゃあ見させてもらったやつが前の時はだからこんな感じでしょ。あー、なんかものすごい大きな機械がありますけども、へえ、ここでピンを流して、あそこで作業一旦蒸すな、ここで蒸す、はいはい、同じようなものが、ここに367あるんです。あ、この何やの網みたいな箱が、はい、はいはい、まあちょっとね、あの寂しいと言ったらあれですけど、まあ動いてないですからね全然やっぱりイメージがつきにくいじゃないですか、はいはいはい、まあでも1年間通してでも今の時期しか動いてないって言ってましたから。そうそう、だからこの1月2月で年間の分を全部生産してしまうっていう話やから、はい、では今めちゃめちゃ忙しいんですって。そんな時に、そんな時にですよ、撮影依頼を受けていただいて、ほんまにありがたい、ほんまにありがたいですね。だから逆に本当皆さんもこういう貴重な時にね、やってることなので、うんうん、ぜひねしっかりと見ていただきたい。本当全 YouTube のチャンネルを考えても多分うちのチャンネルでしか見れないんじゃないですかね。あ、でもそう、それはね言い過ぎじゃないかもしれない。あ、本当にたまにはいいこと言うな。ありがとうございます。見たことある？ あんまないよね。あの茶摘みはある、うん、茶摘みはなんか茶畑でね、よく見るけど、そうやけど加工場であんま見たことないよね。確かに、だからこれは多分全 YouTuber の中でもないんちゃうかな思ってるけど、はい、でもこういうの言うと、うん、ここにあったで言うて、まあ、コメント欄でね、あったら謝る。そうやね、そん時は僕はあの今日は責任持って謝ります、すいませんよさあということでやってきました、はい、こちらでございますよ。もう見たことあるでしょこの雰囲気、はい、なんかちょっと見にくいけど木がいっぱいあってちゃんと回ってくださいよ確か前来たのは、はい、白松1月やったっけ。1月言うてますわ。1月に来ました、はい、で、そのシーズンの時にですねしっかりと見させてもらおうということで、はい、来たわけですけども、いないですね。ちょっと中見てはるんやけど、中結構ね機械が回ってるんで、はい、ちょっと呼びましょうかね。呼びますか。はい、待っておきます。太田さん、はい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 、以前にもね、はい、お世話になりました太田さんです。よろしくお願いします。お待たせしております。約束通り、はい、お邪魔します、はい、じゃあちょっと入る前にやっぱり消毒とかしたらいいですもんね。はい、ちょっとじゃあ洗って、はい、じゃあ洗って、これを使いながら、はい、じゃあ改めて、はい、今ここ何度ぐらいですか。今40度弱ぐらいですね、はい、外に比べてねちょっとあったかいぐらいな感じ。そうです、ね、暑いとまではいかない。まあ お昼になってきたらもう暑くていれないですけどね。今のこの時期でも暑くていられないぐらい温度が上がるんですか。もう、45度ぐらいになります。でですよ、はい、ここまず上に着いたんですけど、これがどういう工程、あ、順番に聞いた方がいいのかな、ね、今一番これが目についたんやけど、はい、順番に聞いたか分かりやすいということで、確かに最初からね聞きましょう。茶畑で摘んできますやんか、はい、でここに持ってきます葉っぱ、はい、どういう工程から摘んでいくんですか。はい、まず、摘んできていただいた新芽、これがそう、はい、摘んできた新芽ちょっと向けてもらってよろしい。まず、ね、はい、握ってもらったら感触こんな感じっていう。めっちゃ柔らかい、めっちゃ、はい、これちょっとしっとりしてますね。そうなんですよ、水気を含んでる感じでちょっとしっとりして柔らかい。ほんで、もうマスク取ってもらって匂いを、よろしい、今だけちょっとマスク取ってもらう。
ほぼほぼしないです。あ、しないですか。ほぼほぼしないです。ほんのり甘い香りが。ほんのりか。僕今マスク外したてやからかな。いや、いいです。ほんでね、はい、これを入れて、工程はすごく簡単。はい、すごくシンプル。まず、生えてきた芽を蒸します。はい、これで蒸します。これで蒸す。はい。ほんで、京都で蒸すというと、入って5秒ぐらい。10秒もないです。もうそれですぐ蒸すことができる。そうなんですよ。で、蒸すと、蒸す、はい、匂いが変わります。匂いか。さっき僕匂い分からへんかったんやけど大丈夫かな。大丈夫ですか。さっきはほんのり甘い香りというふうにおっしゃってました。僕はちょっと分からへんかったけど、はいはい、蒸した状態蒸した状態ですとちょっと甘い香りが増したの、はいはい、さっきよりなんかこうね水気を含んだような状態なので、はい、あの甘いという感じはないですけど、お茶の葉っぱの香りみたいなのが強くなった気がする。ほんでこのついた水滴をこれで風で乾かす。ちょっと準備しましょうか。で今のついた水滴を乾かすのがこちらということで、乾燥させてるってことね。そう、乾燥で乾燥させます。どないなってます。下から風ですか。下から風が吹き上がって上でくるくると回って、ほんで植物ってね、はい、絶対蒸すと粘り気が出るんですよ。なので合理的に風で舞い上げて乾かすっていうのはすごく考えられたやり方。今から50〜60年前、もっと前かな、京大の先生が、教授が考えた工程のやり方。これがずっと変わってない、はい、そうです、そうです。ほんで順番にこういって乾いていきます。そして天茶炉って言われる炉に、もうレンガで赤外線で乾燥させていくんですけども、ここにもあるようにだいたい200度近く、今で193とか194って書いてます、はい、そうです。でこれをまあ30分かけてずっと乾燥していくという単純な工程です。でこれが出てくるのがだいたい初めの湿度の 5% ぐらい、はい、5% ぐらいになって最後出てくる、はい。だからもうその時点で20分の1の重さになるということをしている。またこっちにも大きな機械がありますやんか。出てきたものが大きな軸と葉っぱにここで分けます。え、それ勝手に分けれますの？はい、風によって軽いものはこちら、重たいものはこちらとして。お、わーすごい。最終的に出てきたものがこれ。へー。でもこれだけは葉っぱの部分ですよね。そうです。僕なんか軸を先分割するって言わはったから、これが軸なんかなと思う。これは違うんですね。これもちょっとは軸ですけど、ほぼほぼこれもまた最後の工程というか、また違う工程で分ける。持ってみてください。へー、うわー、パリパリ。はい、さっきの新芽が、はい、これ全然ちゃいますね。これぐらい軽くなる。水気も飛んで、はい、めちゃめちゃ軽いし、面白いですね、手触りっていうのは。そうなんですよ。実はこれがね、はい、電車工場ならではなんですけど、はい、こうやって持てることがまずないので、あ、皆さん見学でここ来てこれ持つことがすごく体感。だからここでしか味わわれへんこともあるよって前来た時に聞きましたけど、はい、だからこういうことですね。そうです。この感覚は気持ちいい、気持ちいい、めっちゃ気持ちいいよ。なんかね、パリパリっとこうね、崩れていく感じ。あ、うん、ほんでほら、これ2、3回こうやってあげてもね、こんな風に細かくなるの。そうです。匂いを嗅いでみてください。ガバッと、ガバッと持ってね。ガバッと行こうか、ガバッと。まだ大丈夫かな。まあー、ええ香り。わかりますか。これめちゃめちゃ変わりましたね。ちゃんとした香りなんてますか。そうです。へぇー、というもんになるということで。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。